で、昨日あのみおちゃんとコロさんとね遊んでたんですよ実は。みおちゃんとコロさんと最初僕のお家に遊びに来てもらって、まあ、その後コロさんのお家に移動してって感じだったんだけど、で、まずみおちゃんは僕の家に来て、まあ、テマニャンにすごい会うのを楽しみにしてくれてて、でみおちゃんはねテマニャンがまだ3ヶ月とかの時かな、その時とかに会ったっきりで、今もうテマニャン10ヶ月なんだけど、だから4,5,6,7,8,9,10 7ヶ月ぶりかな、7ヶ月ぶりにテマニャンに会ったわけですよ。なんだろう、テマニャンはねこうひとしきり遊んだりとかするとね、こうゴローンってお腹出してね横になるんだよね。でお腹ポンって出してこう自分の体を毛づくろいとかしだすんだけど、なんだろう、そういう瞬間ってさ、お腹出してるからあの自分に気を許してくれてるのかなってみんな思うじゃん。だからこう、あ、これはなでなでしてもいいタイミングなのかなって多分思うと思うのね、みんなね一見。でも違くて、テマニャンはお腹を出してゴロッとしてる時に触るとめっちゃ切れんの実は。それはだからなでなでしていい合図なんじゃなくて、もう触るともう超切れるから触っちゃいけない合図なんだよね実は。でも分かんないじゃん一見。うちの猫と一緒だその癖で、そトラップなんだよ。もう超可愛いのお腹ポンって出してさ、こうゴロゴロみたいなさ、可愛いってさ見てるこっちだって触りたくなるじゃんか。ダメなんですよ。なコロさんとかそれで触ってかじられたりするからねやっぱり。一見ね。めっちゃ可愛いからさ触りたくなる気持ちはわかるんだけど、その瞬間は実は一番触っちゃいけない瞬間で、そう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 、ダメなんですよ。そうそうそう、みおちゃんもねこう触ろうとしてたから、みおちゃんダメだ、今の瞬間はテマニャンはこれは触っちゃいけない合図なんだって言ってね止めた。そうそうそう、ダメだって、うん、もうねあれなんだよね、トラップなんだよな、罠だよね。そうそう、みおちゃん乗るなって、コロ様乗っちゃったから。